ズバリ友達に深掘ってもらうのが一番いいと思います。自分の原点を見つけるみたいな感じですかね。そうですね。だからもうこれ見れば面接でどう答えるかが分かるみたいな。確かに。どうも、駿ダイアリーメンバーのキーです。今回は自己分析について内定者の先輩池田さんにお越しいただきました。明治大学4年の池田智也です。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。1月の動き方という動画で自己分析が大事というお話をされてたと思うんですけど、はい、実際に自己分析どうしたらいいんだろうということで、うん、お話聞かせてください。はい、もちろんです。自己分析困ってるんですけど、はい、ズバリ何をすればいいですか？ズバリ友達に深掘ってもらうのが一番いいと思います。自己分析自分でやっちゃうと自分何なんだろうみたいな分かんなくなっちゃうと思うので僕はある程度はもちろん準備するんですけど友達とか先生とかにひたすら質問してもらうっていうのをやってました。なんかもう自己分析と聞くと机に向かって自分はどういう人間なんだろうみたいな感じで淡々と質問に答えていくイメージだったので初めて聞きました。それぞれタイプがあると思ってて、一人でなんか黙々と作業するのが得意な人もいれば、私の場合はここの人と話してとかの方が得意だったりするんで、僕がやったのはこのマインドマスターってやつで、こんな感じでなんか過去を現在未来って形で、特に過去を小学校、中学校、高校、大学っていう風に細かく書いてましたね。だいぶ細かいですね。そうですね、まあ、これ完成形なんですごいあれなんですけど、実際に話題ごとに書いていって、はい、友達に深掘ってもらうっていうのをよくやってました。友達に深掘ってもらうってどういうことですか？エピソードあるじゃないですか、うん、なんでそのエピソードやったのとか、その中でどういう役割してたのとか、困難だったことはって結構面接で聞かれるじゃないですか、はい、っていうのをどんどんこういうふうに聞いてもらいつつ書いていって、はい、じゃあそれってどういうこととか分かんなかったらどんどんなんでなんでなんでっていうのを深掘るために書いてましたね。実際にこれ書くことによっても面接で聞かれた時に、あ、これ答えればいいんじゃんみたいな形になると思うんで、はい、面接にどういう話言うとか、そもそもが口からどういう話あるんだろうっていうのを整理するためにこういうのを使ってました。面接官も言えば他人じゃないですか、うん、だから本当に面接をしているような感じで、すごく役立ちそうだなとは思いました、うん、はい、とはいえ多分実際分かりにくいと思うので、はい、実際にどんな感じで深掘っていくかっていうのをやってみますか。はい、そこでは実際どういうことをやってたんですか？そこで分かったことは、まあ、強みとか、はい、逆に困難だったこと、自己 PR だったり学力に使えそうですね、うん、